さあ、本日参りましょう。ミスター武士道の戦国話。本日は、麒麟が来るまでお待ちください。大河ドラマ、名場面スペシャル、年上飛ばす、かが百万国物語、ちょっと解説長いはい、長いですね、タイトルが。 はい、年へと待つ加賀百万石物語ということですね。はい。この2002年ですかね、にやってました大河ドラマでございますけども、まあ、これ面白かったですね。はい。やっぱ大河ドラマってなんだかんだ面白いですよ。年、ね、へと待つってちょっと歴史的からすると、あんなものはスイーツだってね、スイーツ大河だってね、あのちょっと甘っちょろいぞっていうね、ことをよく言われるんですけども、まあ、改めて見るとなんだかんだやっぱ面白いなと思いました。それではね、年、えー、へと待つ加賀百万石物語の、えー、名場面の中でね、ちょっと僕が気になったポイントを、まあ、ピックアップして解説していきたいと思います。それではいきましょう。はい。 まずですねちょっとごめんなさいタイトルから、ね、これ言わないとね「加賀百万石物語」って何ですかっていう話なんですけど利、えー、家っていうのはね前田利家っていうのはあの加賀藩の藩の元になった人なんですよね。あの,都市家の息子がね、まあ、あの初代なんですけども その加賀藩江戸時代にねいろんな藩があるじゃないですかその加賀藩の、えー、祖になった人物でその加賀藩の、ねえー、最終的に100万石っていう、まあ、めちゃめちゃでかい、えー、領地になるわけですね。はいあの伊達政宗の先代、えー、藩とかよりも、えー、大きいですね。あの徳川幕府の中でそのある数ある藩の中で多分一番大きいんじゃないですかね加賀100万石それぐらいでかい、えー、藩を持つことに至ったよっていうそのベースとなった、えー、人物の利、まあ、家。そしてその 年を支えた奥さんである松を、えー、主人公に据えた作品というわけでございます。でね、この年越と松はやっぱりこの松がね非常にま大活躍してですね、えー、こう女性があのー、活躍するっていう、えー、男性が主人公であるんだけども、まあ、その奥さんも。えー もう一人の主人公というふうにね置かれた孔、まあ、明が辻とかもねそういうのありますけどもそうこう夫婦の力を描いたっていうね、えー、ちょっと新しい試みの作品とも言えます。松がねもう私に「お任せくださいません」ってね何でも解決してくれるんですけども「えー、公害斬り」というねこれはちょっと年上の話だったりとかねいろんなところで僕も結構好きなイベントなので、えー、いろいろ話してますけども、えー、茶坊主であるね十阿美っていう信長に気に入られてる、まあ、めちゃめちゃムカつく茶坊主がいるわけですよ。調、ね、調子子こここききままくくっっっててててね俺はきされてるからよ茶がののいう けどその公害をね松からプレゼントされた大事な公害だったんだけどその公害を盗んでね、えー、でまあ年へに意地悪をしてたわけですね十網がで、えー、その十網にね、えー、もうめちゃめちゃ頭にきちゃって年、えー、への弟であるね、えー、沢木義行ですねあのー、この何言うな、はい、武雄の内ね豊さんが演じててねかっこいいんですけど弟が最初に怒ってですね「おい十網このやろう」っつね兄上をバカにしよって,、ね、っ,てって!」やつね殺すって最初この弟の方が殺すって言っててで年が、ま「待て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 」みたいな感じで止めてたんですよねはいそれで、えー、他のの周りのねいろんな武将たちがお そうう時や「お前ら」っつね「そんな切っちゃ駄目だ」ってやって一回収まるんだけど。 このトシエと松の中では、その十阿美がね、あなんか命病院したわ、とか言ってね、惜しいところであったのーとか言って出てきて、めちゃめちゃムカつくんですよね。で、最終的にトシエにね、うん、そんなおなごにもらった公害のことでそんな生き立つとは、めめしいわ、みたいなね、あー怖い怖いとか言って、で、ぷーっとか言ってね、あつばはっかけて、それでトシエがもうプチンって切れちゃって、信長の目の前でバーってぶっ殺すっていうね、えー、非常に衝撃的なシーンなんですけど、あの十阿美のね、演技がもう本当に僕は好きで、めっちゃ嫌らしいんですよ。殺されて当然だわ、みたいなね、演技して,てで殺された後もすごいかっこで、 ここんな感じで死んんんんなな感感じじででででで死死て、すよ。だからそれちょっとね面白くて僕は好きなんですけどもさすがにね、えー、目の前で、ね、人殺しをしちゃったわけですからもう信長もねもう許せんってことでそれはさすがの仲いい年でも許せんってことでもう腹切れって,ってねもう,もう死ねえってことを言うわけですよねまあ怖いう話なんですけどはい、それに対して、まあ、松が「もう私にお任せ下されまさい」って言って信長のね前に出てってどうかあの命だけら助けてあげてくださいってことをね言うっていうのが、えー、この年江と松の名シーンのね一つでございました。はい、非常にね、えー けなげなね、松なんでございますけども、この松っていうのはね、本当の私立で言うと、11歳なんですね、この時ね。<laughs> 11歳で、めっちゃ若い年で結婚してるんですよ。11歳と、えー、年が二十歳ぐらいかな。20代ぐらいで結婚してるから、すごい年の差で、しかも11ですからね。で、それでもう、11歳、12歳ぐらいでも子供産んじゃってて、まあ、めちゃめちゃの早い結婚。もうこれ武将って結構若いね、あの、奥さんもらって結婚するってよくある話なんですけど、それでいても、まあ、かなり、 若い方ですね。11歳で結婚っていうのはね。はい。なので、まあ、実際の私実ではね、こんな11歳の松が、信長様やめてくださいとかいうのはやってないと思いますし、あの、本来だったら、その、資料とかにあるのは、まあ、柴田勝家ね。えー、松平健さんがやってましたけどね。柴田勝家だったりとか、えー、森蘭丸のお父さんである森吉成とかが、え、敏家のことをね、えー、可愛がってたので、信長様はどうか命だけ助けてあげてくださいって言って、えー、これを止めたっていうのが、まあ、本当の話なんだけど、ドラマの中では松が助けたっていうことになってましたよね。まあ、つまり、 この年でと松はまあ実際にあった歴史にだいぶ脚色は加えてて まあねそういうことがなかったっていう証拠もないからわかんないんだけど、まあ、松が結構あの活躍してるっていう、えー、その実際の史実以上に松が活躍してるよって話なんですよねはいまあそれはもうあくまでドラマとしてね見ていったらまあ面白いと思いますはいそんなもんお前本当歴史でこんなことあるわけねえだろうとか言ってたらねきりがないですからねドラマとして楽しむと非常によくできたドラマだなと思いますねはいなんかね柴田勝也も松平健さんが言ってるんだけどすごいなんか可愛らしい松あの柴田勝也なんですよね怖くないというかねあで年上のこ大好きだしねおお年上よかったなーみたいなね命は助かってよかったのとか言ってね 本当だったら勝家が一番頑張ってるはずなんだけどなんかのんきにね、えー、大丈夫かな大丈夫かなとか言っててであの信長のね妹一が来てあの命だけは助けてくれるってことになりましたよって言ったら「おおよかったよかった」みたいなこと言ってて「なんだお前」みたいなねもうちょっとお前も動けよっていうね感じでしたけどまあそういうアットホームなね非常にアットホームな空気があるのがまあ年への末ですねはいそしてね、えー、次にね出てきてましたね秀吉 香川照之さんの演じる秀吉がね、非常にいいキャラをしてるんですよね。まあ、僕もいろんな大河ドラマをね、秀吉見てきて、えー、竹中直人さんのね、あの、秀吉、主人公の秀吉っていうのもね、非常に好きなんですけど、香川照之さんの秀吉もいいですね。またね、非常に嫌らしいんですよ。最初は本当に、あの、下っ端は下っ端、泥まみれで、ほんでもう、なんか年齢とかよりもね、全然下っ端で、もう泥まみれで汚くて、汚らしい猿っていう感じなんですけども、まあでも本当にずっとこう這いつぶ、這いつくばってね、ずっともう頭下げてるみたいな感じなんですけど、どん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 出世してって、出世する音がに もうなんかすげえいやらしい感じ、ね。でもこうやってもう。 もう出世しましたけどみたいなね感じになっていくんですね。あのいやらしさはね、やっぱり香川照之さんなのかなと思いますよね。あもう顔とかのね、表情とかもね、すごいんですよ。ぜひね、ちょっともう見ていただきたいですけどね、面白い。まあそんな秀吉とね、年恵。まあ仲が良かったわけなんですけど、この年恵と松の中ではね、非常に仲が良かったんですけど、やがてね、秀吉の方が出世しちゃって、えむしろ年恵が秀吉の下につくみたいになっちゃいますから、えー、敏恵はね、面白くないわけですよね。もともとはあんなわけわかんないね、草履取りのやつだったのに、いつの間にか出世で抜かされちゃって、俺だって、お田家でこんな頑張ってんのにって、ね、悔しいっていね。でそこで で喧嘩がねね起きてましたよ、ね、勝手に利家が秀吉の、えー、下につけられたんだけど無視命令とか無視して勝手に攻撃してで勝手に手柄を分けて帰ってくるみたいなねお前俺が大将なんだぞとね俺がリーダーって言われてるのに勝手なことすんなーっつってでお互いもうぶわー喧嘩するみたいな、ね、話がありましたけどもあれはですね、えー、どこの戦いなのかと言いますと、えー、三つくり城攻めというね、えー、実際にあった戦いでございます。ははいこれは信長が 足利義明ね。信長が美濃を攻略した後に、足利義明がね、その京都を追われて、もう行くとこないですって越って、に行って、浅倉義明何もしてくれないから、信長に、俺を将軍の座につかせてくれってね。信長助けてってって、信長のところに来て、分かりましたって言って、信長が美濃から京都に向かって進軍するっていうところで起きた戦いなんですよね。はい。そこにはですね、六角義塚という、えー、大海のね、滋賀県、大海の、えー、大名、四五大名がいたんですけども、この六角市っていうね、もともと将軍家と非常にまあ仲いい、えー、 家だったんですけども、まあその将軍家がねいろいろその足利義政が殺されたりとかいろんなことがあった後にもうなんか見かぎっちゃったんですよね。もうあもう足利とか知りませんみたいになっちゃって、で足利義昭がねその最初は六角氏に朝倉義景とこ行く前に。 六角氏のところに義明行って六角氏ってね昔からその将軍のために頑張ってくれてた家だから俺を助けてくれってね俺を将軍の座につかせてくれとね兄貴殺されて、えー、こうやって今追われてる身だけど六角の力を貸してくれって六角氏のとこ行ってたんだけどもノーっつって断ったっていうね過去があってさらにそこで信長がこのね、えー、足利義明様を奉じて将軍の座につかせるので京都に行かせてもらっていいですかって言った時にこの六角義方はえー、みたいなねいや来んなよみたいなねダメですって言ったわけですね。そそれでで信長あそうですかじゃあ城 ぶっ潰しますつって戦争に戦になったっていうのはこの戦いなんですね観音事情の戦いというね、えー、呼び方もありますそこで慎重、えー、皇とか書いてあるんですけどこれ、ねえー、佐久間信盛信長のまあ、後に追放されてしまいますけどもまあ、筆頭かろうですよね佐久間信盛そして新和長秀織、ね、田氏天皇とか言われたりもしますけど新和長秀と名前と一緒に木下陶吉郎がね出てるんですよね、えー、佐久間信盛木下陶吉郎新和長秀に、えー、この 三つくり城ね、えー、六角義方攻撃を命じたっていうことが書かれててすごいやっぱいきなり出てくるんですよ木下統一城がそこでねバーンってねわめちゃめちゃ出世してるなと思うんですけどもだから実際にこう統、えー、吉郎 秀吉がリーダーダにされたたいいうは事実みたいですよね、はい、でそこの下に年家がつけられたっていうことは、まあ、書かれてないから本当にこういう喧嘩があったかわからないんですけどただその新調、えー、国旗の中にですねこの佐久間の森木下東吉郎、庭長秀にそのリーダーを命じてさらにこの光圀城を馬回り衆に攻めさせたっていう記述がありましたのでこの馬回り衆っていうのは信長の親衛隊ですよね利家、はい、は信長の親衛隊になってましたので、えー、実際に年家がこの大会に参加してた可能性はかなり高いんですよ 参加した戦いそして秀吉がリーダーとして軍を率いたよっていう戦いこれをまあミックスしてこういうねエピソードを作ったのかなと思いますはい。チャンネル登録よろしくお願いするでござるだから非常になんかね よよよくでできててるなとと思いいますすドラマとしめめちゃめちゃゃ面白いですよね、うん、この最初はね自分より下だったの仲良かった友達だったみたいなね秀吉にまあもう友達っていうか射程みたいな感じですねそんな秀吉にバーン追い抜かされてねほんでふざけんなって喧嘩するみたいなねドラマとしては非常によくでてきててああおいなと思いますねはいそしてね、えー、そんな2人のね、えーまあ喧嘩があれば仲直りもあるわけですよね喧嘩するほど仲がいいんですね秀吉が後にですね、えー、信長の歓喜に触れるという、ね、事件が起きます秀吉が勝手に 戦場から撤退してしまうとね、事件が出ますね。はい、手取川の戦いといって、えー、柴田勝家が軍をね、織田軍を率いて、 上杉謙信の軍と戦った時の話ですね。その時に、え、秀吉はね、柴田勝家のちょっと援軍に行けって言われて、わかりましたっ,つってね、柴田勝家のとこ行って、助けに来ましたよって来るんだけど、そこで作戦でいろいろなんか行き違いがあったらしくて、いや、柴田さんそれ良くないっすよ、みたいなね、秀吉が言って、で、柴田勝家は、なんで俺の言うことは聞けねえんだ俺はこうやってやったら勝てるって言ってんだろうっ,てって、バーって口論になった末、え、秀吉が、ああ、もうやってられませんわって、何言っても聞いてくれないし、もう帰るって言って、勝手に帰っちゃったってね、事件があるわけですね。で、それに対して信長めちゃめちゃ激怒して、え、 身長後期とかにもありますけども、まあ、そこでですね、えー、信長がね秀吉腹切れってこのドラマの中ではね言ってましたね実際その資料の中にそんな腹切れとか言ったっていうことは書かれてないので、まあ、信長はめちゃめちゃ怒ったけど、まあ、命は助かったっていうだけのね話なんですが、まあ、そこでドラマでは、えー、信長は腹を切れって言ったことに対して利家がね秀吉をかばって、まあ、かばったというか秀吉が死んだらもう俺ももう侍をやめて、えー、もう秀吉の死を弔いますみたいな感じで信長の目の前にちょんまぎをね落としたんですよねっていうのが書かれてて、まあ、これは史実あ あったかどうかわかりませんけども、ちょんまげを落とすっていうのは、まあ、武士にとってはね、えー、ま死ぬ、まあ、死ぬより恥ずかしいことかもしれませんね。もしかしたらね、その侍のまこうポリシーとかね、侍のアイデンティティですからね、それをもうバーンとね、こう落とすっていうのは結構屈辱的なことなので、それをやって、まあ、それで覚悟を見せたから、ま信長も秀吉を許したと。で秀吉もそれだけ自分のためにやってくれた年に対してでもあ,ありがとうっつってね、仲直りするっていうね、えー、ま非常にまいい。 シーンだなと思いますけどね、まあ。ドラマとしてやっぱよくできてるんだなと。本当にこんなことあったか分かんないけど、まああったかもしれないよねっていうので、よくできたね、お話だなと思いますね。はい。で、なんかね、本当に、トシエと松を、前編よく見てるとですね、非常にあの、トが誰かをぶん殴るって死うシーンがめっちゃ多いんですよね。ここでも、あの、秀吉に一回殴らせろバーンって殴ったりとかしてて。で、高画入れの時とかね、まあいろんな時にですね、なんか口論があったらすぐ殴るんですよ。トシエね。まあさすがにこのスペシャルではそんなにそこピックアップされてなかったけど、今やったら多分ね、かなり問題になるんじゃないかなって感じするけどね。まだでもやっぱ2002年の作品な なんでまあ全然そういうのも許容されてたのかなとほんと殴りまくるんですよこらボーンっつねこの野郎ボーンっつっ、ね、てめっちゃ殴ってるんでまあ、ちょっとね見直すとうわちょっと今の時代はできないだろうなみたいなねそういう面白さもねあったりしますはいそして本能寺の変ですねやっぱり大河ドラマ、まあ、信長の時代を書いた大河ドラマで大体、まあ、見どころになってくるね本能寺の変これもまたね面白いドラマとしての面白さが詰め込まれていますねはい。 さあ、それでは本能寺の編いきたいと思います。僕はこの、年へと待の本能寺の編をですね、くるくる本能寺と名付けております。はい。なぜくるくる本能寺なのかそれは、くるくる回るからです。はい。ちょっと、意味わかんないと思うかもしれないんですけど、なぜかですね、この織田信長がですね、最後本能寺の編でね、命を、まあ、立つ、自ら命を立つという時にですね、なぜかくるくる回るんですよ。え、ね、え <laughs>。人間、50年 下天のうちを喰らうえん、ーね、で回るのっていうね、<laughs> いや、それは一体何ですかってね、別に前、熱森の前とかでもないし、なぜかブワーって回ってですね、それまで高ちゃんがブワーって回転、高速回転をキャーってやって、そしてなぜか死んでいくっていうね、ク <laughs> ラとか言ってね、あの前、あれは何ですかっていう感じなんですけど、非常にね、印象的な、えー、シーンでございます。まあおそらくね、まあ、いろんなこう あの本能寺の変がやっぱ描かれてるからちょっとここは一発見せたらなあかんやろうっていうね反町さんの、まあ、気迫なのかね演出側の、まあ、考えなのか分かりませんけどね、えー、それまでいろんな信長が壮絶な死をね遂げててねあのこの前言った「国盗り物語まで、ね」でもね高橋英樹さんがあの無言で切腹するってもかっこよかったしあの秀吉とかだとね、えー、渡哲也さんですか渡哲也さんが自分の首をこう刀を当ててキャーって,言ってかっきっとバッて倒れるっていう壮絶な死を遂げたりとかしてるんでやっぱそれに負けるかっていうことでもっとなんかすごい壮絶な死を見せたいと思ったん 結果くるくる回るという、えー、発想にたどり着いたのかもしれませんね謎です本当に <laughs> まあでも面白いからいいんですけどね、はい、くるくる回って死ぬというねくるくる本能寺えこの本能寺信長が死ぬとこもいいんですけど明智についてがね信長とこう対面してしゃべるっていうねシーンもあってこれも面白いんですよね、まあ、実際そんなことはねなかったと思うんですよそんなのんきに喋ってる暇があったらねさっさと殺して捕まえた方がいいんですからでも2人で対面してね信長っつってね、えー、証券さんがねやるんですけど 信長っつって、声が裏返るんですよね。あの、緊張すぎて。やっぱ信長のことをちょっと恐れてるっていうのを、その声が裏返るので表現してるんですよ。それがすごいなんかいいなと思ってね。あの、信長ゆる、許すまじってね、お前の首を みたいな感じでこうこんなセリフじゃなかったかもしれないけど声ひっくり返っちゃうんですよねでもまあ最後ね「貴様の貴様の首じゃー!」って,ってね目の前でで信長がね「であるか!」ってねバーンってやり捨ててなんか後ろにね下がっていくみたいなね <laughs> いやいやそんな悠長にやってる暇があったらさっさと捕まえると思うんですけどもあのシーンもねあのやりとりもいいんですよねうーんこうね萩原健二さんをね明智光であいやいいですねはい非常に面白い本能寺の変なんですがこの時にですねスペシャルの中ではですねあのそのなんだろう 信長が死ぬ直前に「あの前田利家一番乗り!」とか言って来てなんか信長を見送るみたいな謎のシーンがあってええー、みたいななんで年家この本能寺の変に来てんのい,いやいくらなんでもそれはやりすぎだろうみたいなねっていうかそこまでもう来てるんだったら助けに行けばいいじゃんみたいな感じで書かれてたんですけどあれはあの実は違ってですねちゃんと一は丸々言うと分かるんですけどあのこの年はですね上っていうね、上杉上杉家の城を まあ攻めててるっていう状況なんですよ。その上杉の魚津城を攻めてるのとこの本能寺の変の戦いっていうのはこう平行同時平行で起こってるみたいな感じの描き方をされててドラマの中でね。で、ちょうどその利家が この宇和津城を攻めて城に乗り込んだっていう時になんか信長の声が聞こえてきてえあたかもねそこに信長がいるかのなんか原因を見ちゃって「えあれ今信長様が」みたいな感じになってえそのシーンがねこう重なるみたいなそういう演出なので実際あの都市営が本能寺に行ったったていうわけではないでですねでもあの昨日の編集だけ見てるとね年江があたかも本能寺に行ってるみたいになっててそれはとんでもねえだろうってねいくらなんでもそれはないだろうっていう感じに見えましたけどあれは演出上そういう シーンが重なってるってね、まあ、ちょっと見てください、これは見てくれない、ちょっと言葉では説明しづらいですね。はい、まあ、実際に行ってたわけじゃないという話でございますね。いやー、本当にね、あの本能寺の変がね、面白いですね。まあ、その後ももちろん続くんですよ。としえと松はね。としえが最後大王城するまで話は続くんですけど。 やっぱここが一番クライマックスかな。ちょっとここまではね、見てほしいかな。ト年齢とツ見たことないよとかね、あんま評判良くないから見なくてもいいかなと思ってる人もね、ここまではね、ちょっと見てほしいかな。いろいろこう見どころがね、非常にあるんでね。非常にまあ、面白い。ドラマとして出来が非常にいい作品だなというふうに僕はね、思いました。はい。それではちょっとキャストの方をね、ざっと見ていきましょうか。とにかくこの年齢とツ何がすごいのかというと、このタレントさんたち、俳優さんたちのトレンディーさ、 すすごいですよ唐沢敏明さん松嶋直子さん反町隆さん松平健さん香川照之さん、ね、萩原健一さん高嶋政宏さんもねいてね伊藤英明、ね、あの高正やってましたけね伊藤英明さん竹内内豊さんかっこいいんですよねでミッチーねそウエンツ瑛士ウエンツ瑛士さんもいるとすごい面々なんですよね面白いんですよねでねこうこのまあこのメインのねキャラクターだけ見てもらっても面白いのがソリマチカシさんが一番若いのよ28歳当時ね当時28歳で,で主人公のトシがが38なんだよ いやー10代の頃からやってるんだけどそ見えないですね38人全然僕普通に20代後半ぐらいかなと思ってたらえ38歳なのと思ってね信長より10個も上なんですよ信長より年下なのにねあの歴史的にはねでもキャラクターとかその演じてる俳優さんの年上っていうねこの年へと待つとにかくねトレンディーですトレンディーなのでドラマとしても出来がいいのでまあ あの歴史がね本当に大好きでちょっとこういう史実からね逸脱したような話してるのはムカつくっていうねいう人はですね怒るかもしれませんけどいやもうそれはさ別で、ね、別で見てあくまで作り物ドラマとして見ると非常になんかよくできてて心温まるし面白い作品かなというふうに思いました、えー、NHK オンデマンドでもねやってますので是非、えー、興味持った方は見てみてくださいそれではまたお会いしましょうさらばじゃん